カモンさん、何してはるんですか？一人でラジオを続けてきたオカモン。しかしそれまでのキャラもあって、失言により大きく炎上してしまう。生放送で謝罪を繰り返していたオカモンだが、放送事故になりそうになる中、ニャベ氏が駆けつけ公開説教を開始し、放送事故になることなくその日の放送は無事終了した。詳しくは前編にて解説してます。概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしければご覧ください。公開説教の会が終わり、翌週もオールナイト日本の木曜深夜1時が来る。もともと真面目なオカモン、まだ変わらず声には元気がないが、その横には卒業したはずのニャベ氏の姿があった。今週も来てますにゃ。本当に申し訳ない、来てくれてありがとう。かまへん。それにな、奥さんにも言われてん。どういうことです？ニャベ氏の話を要約すると、失言があってから、放送ができるかどうかわからない。状況によっては自分行きますということを、長く放送作家をしてくれている小西さんはじめ、スタッフには話していた。そして状況を見るためにオカモンの謝罪放送を家で聞いていると。ねえ？うん？言ってあげたら？うん？じゃあ寝るね。うわ、かっこええ。ということもあって、来てん。奥さんにも迷惑をかけて助けてもらってんな。申し訳ない。世の風あたりからも、オカモン一人での放送はできないとなったのか。翌週もニャベ氏は参戦することになり、少しずつ従来のハガキ職人によるコーナーなども再開し始めた。そしてあの公開説教以来、ナインティナインのコンビ仲にも少しずつ変化が起き始めた。公開説教会終了後。ニャベだ？オカモンです。今日は本当にありがとうございました。いつぶりになるのか、というくらい久しぶりにコンビで電話で話をした。すぐに劇的に変わるということもなかったが、ニャベ氏の心の中を聞いて、オカモンもニャベ氏へいろいろ話すようになったとのこと。それでも世間的な状況はオカモンに対しては向かい風になっており、この後、ラジオをどうしていくのか、みんなが考えていたとき、放送作家の小西さんからオカモンにこんな話がされた。オカモンさんは、ラジオをやりたいですか？え？はい、ラジオはやらせてください。しかし、現状を考えると今までのようには続けていけません。はい、申し訳ありません。なので、小西さんはオカモンにある提案をしました。それにオカモンは了承します。そして公開説教から2週後、2020年5月14日の生放送、ここには3週連続でニャベ氏の姿がありました。またまたいます。3週も続けてすいません。3週も続けてありがとうございます。私の発言により、不快に感じた方たちには申し訳なく思っています。ここ3週間はいろいろな方と話しました。作家の小西さんや、それこそ相方とも。せやにゃ。そこで小西さんからこんな提案をされました。改めて、ニャベ君と一緒にラジオをやるのはどうか？と。うん。それで続けるならば、オカモン君から直接ニャベ君に頼もうと。なので私、相方に電話して頼みました。電話来たな。そこで相方にお願いしたところ、了承してくれました。なので、オカモンのオールナイト日本は終了し、ナインティナインのオールナイト日本を改めて始めさせていただこうと思います。僕も考えていたんですよ。オカモンのオールナイトを終わらせるか、ナインティナインのオールナイトを始めるか、やなと。小西さんの提案、オカモンのお願いもあり、ニャベ氏はオールナイトに戻ってくることになりました。そして、ナインティナイン時代のオールナイト日本では、オープニングで一言怒鳴りを入れることで始めていました。例えば、新年一発目の放送なら、明けおめ、ナインティナインのオールナイト日本。オカモンがアキレス腱を切った時なら、断絶、ナインティナインのオールナイト日本。など、その日のワードなどを一言にして最初に叫び、タイトルコールするというものです。そしてこの怒鳴りも復活することになります。今日は何のワードにするの？オカモンさんが決める？じゃあ紙に書いて。これで。はい。では行きましょう。オッケー。ナインティナインのオールナイト日本。という怒鳴りでナインティナインのオールナイト日本は再開しました。小西さん、目がかゆいんですか？泣いてるんですか？僕は後者だと思います。ナインティナインがラジオを始めた初期の頃から一緒にやってきた小西さん。ナインティナインのオールナイトが復活したことに感動したのはもちろん、ニャベ君の気持ちを理解できていなかった。という言葉を残していることから、いろいろな思いが溢れたのでしょう。そして、それまでオカモン一人で行っていたコーナーなども一新されていきました。しかしニャベ氏は、まあもともとやってた時とあんま変わらんけどな。生活リズムが完全に朝になってたからそれがきついかな。申し訳。かまへん。また、別の日に公開説教への質問を受けたニャベ氏は、あの公開説教までがナインティナインの第一章という気持ち。と語っており、大きな分岐点だったのだろうと伝わってきます。ダウンタウンさんも不仲だった時期を公表して、今は仲良さそうにしていますし、ナインティナインも公開説教以来距離感がラフになった印象を受けます。家族とも、友達とも違う、だけど一生付き合っていく仲間。主は、ニャベ氏が公開説教に現れた時、人間関係の奇跡を見ている気分になりましたが、
にゃべしには当たり前のことだったのかもしれないですね。